どうも、こじゃゆえです。今日はですね、ウェアハウスの450のサイズ感動画を1本作ります。私がこのパーカーを着用してサイズ感をお届けします。で、今回、サムネが変わっているんですけども、この動画の後半に、ウェアハウスとバブアーの合わせをね、ご覧いただこうかなと思っております。なので、この動画ご覧いただければ、このパーカーのサイズ感がわかるような内容になっているので、ぜひお時間ありましたらご覧ください。サイズ感やコーディネートだけ見たい方は、概要欄にチャプター設けてますので、タップして飛んでみてください。この商品の URL は概要欄に貼っておくので、ぜひそちらもチェックしてみてほしいです。私は神奈川県小田原市でセレクトショップをやっていて、このチャンネルではウェアハウスのネタは結構出してます。ジーンズの経年変化が特におすすめなので、そちらも合わせてご覧いただきたいです。それとウェアハウス好きな方はですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではサイズ感とコーディネートいってみましょう。どうぞ。はい、ではまずこのパーカーの38を着てみました。こんな感じです。はい、私の体格はこちらに載せておきます。そしてこのパーカーは洗いがかかっていないので、洗った後の縮率もこちらに載せておきます。これに関してはウェアハウスがオフィシャルで出している情報になっています。こちらもね、参考にしていただければと思います。はい、で38を着た感想なんですが、私はですね、肩が張っているんですけども、若干ね、肩とここの腕の部分に張りを感じてまして、身幅に関してはそこまで、ピタッとしてないと思います。ここの腕のピタッと感にの割に、ここのゆとりはかなりあると思います。私だったら別に38をチョイスしてもいいかなって思えるような、なんでしょう、フィット感になっていると思います。はい、あとですね、着た時に私感じたんですけど、首元結構しっかりしてるんですよ。なのでちょっとグッとね、力を入れて被らないと、着ないと入らないぐらいの締まりになってます。袖丈に関しては全力で伸ばしてもこのぐらいです。リブが強いんで全然気にならないですね、ここら辺は。私としてはですね、ちょっとでゆったり着たいタイプなんですけど、ウェアハウスだったらこう38でもいいのかもしれないですね。ただ縮率を考えると、もしかしたら40の方がいいのかもしれないです。はい、じゃあ次40いきます。はい、では次40を着てみました。こんな感じです。はい、40を着ての感想なんですが、さっきのね、ここら辺のフィット感はなくなり、ちょっとね、ゆとりが出てます。わかりますかね。はい、あとはこう下のリブのホールド感はあるんですけど、すごく柔らかい。この柔らかさなのに、あ、こんだけホールドしてるんだっていうような作りになってます。まあ、全然こういう風に着てもらってもいいんですけど、こういう風にやると止まるようになってるんですよ。ただ、このリブすごい柔らかくて気持ちいいですね。はい。で、さっきね、38でもいいかなって思ったんですけど、やっぱり僕40の方がいいかもしれないですね。このぐらいのサイズ感がいいかな、やっぱり。はい。あと、フードの硬さは柔らかいんで、こんな感じですね。ペニャッとはならないですけど、ちょっと柔らかい印象です。袖だけは伸ばすと、このぐらいの長さになってます。まあ、ただね、リブが強いんで落ちることはないんで、まあクッションになってるっていう感じですかね。はい、そんな感じです。じゃあ次42いきます。はい、では次42です。こんな感じです。はい、42はですね、もうかなりゆとりあります。全然ここら辺のね、たるみもあるし、袖丈もこうやって伸ばすとかなり隠れるぐらいの長さになってます。まあ、ただね、やっぱリブは健在なんで全然ずれ落ちることはないです。そうですね、かなりね、ゆったりしてきてると思います。これに関しては42はね、私はちょっと大きいって感じますね。私はやっぱ40がいいかな。こう洗った時の詰まりを考えるとね、40ぐらいがいいかと思います。でね、まあ私より体格が大きい方だったら42がいいんじゃないでしょうか。まあなのでね、この感じがね、伝わればなと思います。はい、でさっき
38の時首元が結構きつめだっていう風に言ったんですけど、42になってくるとそこまで感じないです。まあここら辺はね、顔の形とかこう大きさによっても変わってしまうと思うんですけども、そのようなことを私は感じました。はい、もうここら辺もね参考になるかなと思います。では次、3サイズまとめた動画流します。どうぞ。はい、続いてはコーディネート行ってみます。2コーデ作ってますんで、よかったら見てください。はい、ではまずね、1つ目、こんな感じです。はいはい、どうでしょうか。これ全身ですね、ウェアハウスで合わせてます。このね、ジャケットが、まあ、今季出ているダウンジャケットなんですけども、フランス産のダウンを使っている、企画になっております。で、確かね、700フィルパワーあるんで、かなりあったかいです。インナーは、サイズ感で紹介しているオートミールのパーカーを着て合わせてます。で、ジーパンがウェアハウスから出ている 800WX になってて、足元は毎度おなじみのレッドウィング875になってます。はい。どうですか、どうですか。このね、やっぱね、シルエットがいいっすよね。もうしかもウェアハウス全部合わせてるんで、まあ間違いないでしょっていうところなんですけども、いいっすね。やっぱこの、ちょっと男っぽい感じのシルエットが、いいんじゃないでしょうか。ちなみに、ジャケットのサイズが38で、パーカーは40を着てます。で、パンツは、インチが31インチになってます。はい、そんな感じです。まあ、色合いとかね、シルエットがね、参考になればなっていう風に思います。では次、2コーデ目いきます。はい、次2コーデ目です。はい、これです。まず何を着てるかっていうと、ジャケットが、バブアーから出ているビデール、パンツがヌーディージーンズから出ているリンディンっていう形ですね、でのブラックのパンツで、足元がクラークスから出ているデザートブーツで合わせてます。はいはいはい、どうでしょうか。あのね、これどうなんだろうって思ってるんですけど、別に悪くなくないですか、この合わせ。まあどっちかっていうとね、ウェアハウスってまあアメリカっていう感じなんですけど、それ以外は全部ヨーロッパのブランドで合わせてるっていう。まあただね、もうこのパーカーに僕がビデールをね合わせたくなっちゃったんで、まあこの合わせがかっこいいんじゃないかなっていう風に思って組んでみたんですけど、全然悪くなくないですか。シルエットがね、こうやっぱめちゃめちゃかっこいい、このねシルエットの方が私は割と好きではあるんですよ。はい、まあ全然ね、さっきのコーディネートが嫌いってわけじゃないんですけど、まあ、このねコーディネートもかっこいいんじゃないかな。ビデールにパーカーを合わせるっていうのはちょっとどうなんだろうって思ってるんですけど、やっぱインナーとかシャツとかの方がね、なんか綺麗めになるのかなとは思ってはいるんですが、まあこんな感じで合わせてみました。はい、これね、結構気に入ってる単純に僕が好きな合わせ方になってると思います。あ、で、そうだ、言い忘れたんですけど、このビデールのサイズは36を着ていて、ヌーディージーンズのリンディーは30インチを履いてます。はい、そんな感じですね。コーディネートの評価、コメント欄でお待ちしてます。もういいも悪いも、もう俺だったらこうするとか、いやこれ嫌いだとか、これかっこいいとかいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。では戻します。はい、いかがだったでしょうか。参考になりましたでしょうか。この商品の URL は概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。コメント欄でお問い合わせ受け付けてますので、何かありましたらお問い合わせください。できるだけお答えしたいなと思っております。いつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。高評価やコメントもいつも本当にありがとうございます。またね、ウェアハウスの商品入荷してきたら動画作りますので、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。